どうも皆さんこんにちは、こんばんは。吉本プラモデル部ポーク鈴木です。ということで今回はですね、プラモが乾くまでの間に一番いいアプリは何なのか選手権ということでございまして、プラモデルですね、まあいろいろやってる作業の間結構こう待ちの時間があるんですね。まあ例えば塗装した後に乾くまでの時間であったりとか、合わせ目を消した後にその合わせ目が乾くまでの時間だったりとか、そういう待っている間の時間にですね、こう暇つぶしとしてできるアプリをちょっとどんどん探していこうじゃないかと。でどれが一番こうベストなのかということをちょっと探していきたいなと思いまして、今回はプラモの乾き待ちに一番ベストなのはどれかを探していきたいなという企画でございます。それの今回は第1弾ということで、今回はですね、このホールイオですかね、読み方合ってますかね、ホールイオを実際にやっていきまして、プラモの乾き待ちにどれぐらいこう向いてるかと、乾き待ちの暇つぶしにどれぐらい向いてるかというのをね、最後にポイントにして、ちょっとまあ何種類か、アプリいろいろ今後もやっていきまして、どれが一番、乾き待ちにおすすめなのかというのを皆さんねご紹介していけたらなということでございます。でですね、こちらのゲームはですね、簡単に説明しますと、この真ん中のこの雲みたいなのがあるんですが、このですね、真ん中の穴にですね、どん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 この街のものをね、吸収していって、ね、で、最終的にどん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 穴を大きくしていって、物をいっぱい吸収して、一番物を吸い込んだ人が勝ちというね、アプリでございます。それではじゃあプレイしていきたいと思います。これね、2分なんですよ。1ゲーム。お制限時間決まってんのもね、いいんですよね。こう指でね、こうぐーっと動かしてね、こう、どん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 ね、街のものをね、吸っていくんですよ。こういうふうにね。まあ、こういうふうにね、人だったり物だったりをね、どん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 吸収していくんですよ。はい、今見ましたね。サイズが大きくなりました。でこんな感じで物を吸い込んでいくと、でそうなるとどん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 ね大きくなっていくんですよ。はいはいはい、大きくなってきましたよ。来ました来ました、だいぶ大きくなってきました。今3位です。今3位です。これねオンラインでね対戦してるんですよ。ポイントなのがね、他のプレイヤーをね、吸うことができるんですよね。他のプレイヤーをね、吸うことによってね、またサイズが今4位ですね。はい、こういう風に。他のね、プレイヤーをね、吸うとね、結構ポイントもらえるんですよね。だからね、意外とちっちゃい時はね、他のプレイヤーをね、吸い込むといいんですよ。やばいやばい、危ない危ない。さあ同じぐらいだとね、やっぱ吸い込めなかったりとかね。あと30秒です。さあこんな感じでね、そう、穴が大きくなっていくとどん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 大きなものが吸えるようになります。はい、こんな感じですね。うん、厳しい。あー、ポイント少ねえ、残念。はい、ということで、はい、これでね、2分なので、まあ、例えばこう15分乾かしてドライブースに入れて15分乾かしたいなと思った時は、まあ、大体こう7試合ぐらいやると、まあ、ちょうどよく14分なのね。あと1分はなんとか調整してください。結構こう分かりやすくね、こうやりすぎるっていうことはね、まあ、ハマっちゃえばいくらでもあるんですけど、こう2分ごとに区切られてるんだよね。こうやめ時があるんですよね。こうなかなかこうスマホのゲームって1試合長かったりとかするとね、こう途中で手離せないみたいな、あー乾くベストの時間逃しちゃったみたいなこともねあると思うんですよ。まあないと思いますが、そんな感じでね、はい、勝手にねもう
ちょっとね、本当単純にただハマってるからね、やってるっていうのもあるんですよ、今。だから本来だったらね、2試合目やりますとか言わなきゃいけないんですけどね、普通に始めちゃいましたよ。でも本当にね、手軽にこう2分で、ああ、1位ですよ。1位、1位。競ってる。よし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 。いい、2位、2位、2位。いいよ。でも本当ね、すごい暇つぶしにはね、ちょうどいいんですよね。いつもね、ご紹介してるモンゾとかもいいんですけど、モンゾとかは結構長時間の移動とかに向いてるかなと思います。もうこれとかは本当2分なんでね、ちょっとした電車移動の時とかにね、パパッとやる分にはすごくちょうどいいなと思うぐらいな。やばいな。途中まで競ってたんだけどな。さあ、ラッキー、オッケーオッケー。これね、人食うのがね、結構ポイント高いんですよね。厳しいかな、ちょっと。結構ね、前半戦でね、リード取られちゃうとね、大きい建物全部吸われちゃうんですよね。だから、結構そこで差がついちゃうんですよね。結構街に何にも残ってない。さあ、あと5秒。1個でも上に行きたい。さあ、3位でございます。さあ、2試合連続低たらくでございます。やっぱ物を吸い込む量が一気に増えるので、あ、来ました、僕、私の好きなステージ、海。さあ、早めに大きくなりたい。ほんとね、結構ね、最初の20秒ぐらいでこう死骸決まっちゃったりするんですよね。やばい。ここはね、でかくなっておきたい。そう、この桟橋みたいなのね、ぐーって吸い込む。あ、来た来た、熱い熱い。ここでかい、ここでかい、でかい、ここでかいよ。いけいけいけ。よし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 、でかいでかいでかい。オッケーオッケーオッケー。ただ周りに人がいない、周りに人がいないのきつい。よし、この町行きたい。よし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 、でかいでかい。いや、気持ちいいんだよな。このシューって吸い込んでる瞬間がね、めっちゃ気持ちいいんですよ、このゲーム。よし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 。よし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 。オッケーオッケー。来た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 。よし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 、オッケー。いいねいいね。おー、いいよ。いい街出てきたよ。よし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 。よし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 。さあ、もう後半よしよししか言っておりません。さあ、あと30秒でどこまで吸えるか。2000ポイントはいかないかな、さすがに。ね、人取ると結構ね、人吸い込むと、ポイントがね、100ポイント近くもらえる。でかくなってる人をね、取れば取るとね、ポイントが結構ね、もらえるんですよ。あ、なんもないな、ここ。あー、なんもない。よっしゃ。よっしゃ。ダブルスコアで勝ちました。じゃあ次のね、この試合をラストにしたいと思います。まあドライブース入れてね、大体15分から20分くらいだったら、まあこれをちょこちょこやりながら様子を見るみたいなのはね、すごくいいかなと思います。さあラスト。街。普通の都市部でございますね。よし。さあ、
最初調子良かったけど、なかなか難しい。よし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 、大きくなった。オッケーオッケーオッケー。さあまだまだいけますよ。まだ逆転可能。ああちょっと遠いとこ行っちゃった。公園がないな。公園欲しい。公園欲しいよ。やばい。結構ポイント差開いちゃった。やばいやばいやばい。公園ないかな。これね、マップね、結構やってても覚えらんないんですよね。なんとなくのね、位置はわかるんですけどね。あれどこだっけなみたいな。やばいな、これ。あ、きついな。3位。やばい、吸えない。やばい、やばい。50ポイント差、まだいけるかな。微妙。もう、なりふり構わず。うわぁ、届きそうだけど、届かないな。やばい、あー、やばい。向こうでかくなったっぽいな。いやぁ、厳しい。いやあ、集中しちゃう。集中して向こうになっちゃう。ああ、でかいでかい。向こうでかいでかい。くっそー、やばい。ああ。あと6秒後。4、3、2、1、終了。あー、つって、最後2位でございました。はい、といった感じで、こんな感じでね。まあ、2分ずつやっぱできるのでね、ちょこちょこ作業の間にね、空いた時間にプレイするのにはね、非常に楽しいゲームなのかなと思います。単純に私がハマってるのもありますが、はい、ということでですね、今回のこのホールイオ塗装乾き待ちポイント90点でございます。ということで、皆さんもですね、塗装の乾き待ちの時間の暇つぶしにぜひこのホールをやってみてはいかがでしょうか。ということで今回はですね、塗装の乾き待ち暇つぶし選手権第1弾ホールでございました。動画のご視聴ありがとうございました。吉本プラモデル部チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が良ければぜひグッドボタンの方お願いいたします。 Twitter、Facebook やっております。そちらもフォローお願いいたします。ありがとうございました。